お疲れ様ですまあネットビジネスにはいろんな商品ありますけども無料のものからねそれからまあ割と安いものからそれから高単価なもの高いものってあると思うんですよでこれはネットビジネスで成功したい人の意欲にも関わることなんですけども高くて手が出ない人っていると思うんですよ商品が高くて手が出ないよとかねそっか塾も一応30万ではありますけども分割とかねやってるわけなんですよでもやっぱり うん、一括で払うう人の方がままくいくいいなと思いましたそれはまず支払いっていうお金の問題をすぐにクリアして次の問題に立ち向かっていくっていうまあ問題を後回しにしないとかね分割みたいな形で引き延ばさないっていう意識の問題もあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、人間っていうのはその精神力がやっぱ差をつけるところがあると思うんですよね。あの単にこの まあ行動力とかっていうのもありますしロジカルなテクニックの問題もあるんですけどもなんか結局こう奥歯を噛みしめてやってやるぜみたいなねそんな精神力の問題ってあるんじゃないかなと思います、まあ、最近ね「はじめの一歩」っていうのをネットフリックスってまたアニメで見るようになったんですけどもまあその中にはね技術を支える精神力っていうものがアニメながらね結構いろんなところに出てくるんですよね。でどんなな上手な 人もどんなプロボクサーやチャンピオンも精神力に最後左右されていくのかなとか、ねうん、だから諦めればもう勝つための手法が見えてこないんですよ。それでやられるだけなんですけども追い詰められても追い詰められても追い詰められてもまだなんかやれる方法があるんじゃないかみたいな感じで、えー、できることを探していく中に突破口っていうのが見つかるっていうことなんじゃないかなと思います。 特に始める一歩とっていうのはボクシングの漫画ですから人人間対人間対なんですよね、まあ。鍛え上げて完璧な防御完璧な攻撃をしたとしてもそれはあくまでも相対的なものでパンチを出せば、ね、こっちのガードはなくなくるわけですよ。その一瞬をついてこうやり返すとかそのパンチを浴びながらもそれを覚悟してでも自分の方でもガラきになった腹を狙うとかね。 そんなところにねやっぱりアニメでは語れないようなねなんかすごく感動がありますね、うん、だからあれも多分漫画家の方とかアニメーターの方が精神力で描き上げたんですよねきっと、うん、なんかその作画のテクニックとか漫画の構図とかっていうものはあるんでしょうけどもそれ以上に精神力が乗り移ってあの表情を作ったりとかね集中線をこう見事にさえさせたりとかするんじゃないかなと思いますね、うん、だから絶対に 俺は金持ちになってやるぜっていう精神がなければどんなテクニックを渡してもうまくいかないんじゃないかなと思います。ね、で、あんまり高価なもんでなくてもみんなの銀行ってやつがありますよね。みんなの銀行っていうもう細かくは説明しませんけども絶対に稼ぐんだって人はこれでマックス30万まで当たり前のように行くわけですよ。行ってなくても目指してるんですよ。日々目指すために何かをやってるんですよ。爪痕残してるんですよ。 でも精神力の弱い人ってのは最初はね喜ぶんですけどもまあ1週間もやったらねもう儲かんねえじゃねえかってうからねやめちゃうんですよね、うん、で「みんなの銀行」っていうアプリは誰の手に渡っても同じ機能なんですよつまりそれを使う人の精神力だと思いますねそれはねで「高いもの安いもの」ってありますけども高いものを買うっていうその精神力はね高いものを買ったんだから成功させちゃうっていう精神力にそのまま引き継がれるんじゃないかなと思います で、私の場合はあの六本木ヒルズのねあのネオヒルズの教材買ったのが十数年前ですけどもあれがね低価格その時にその時の自分にとってもうやっと買ったものだったらうんやっと買ったもの、うん、もう無理して買ったからこそやったんですよねきっとね。 クレジットカード2枚持ってきて、両方の可能枠20万20万をガッチャンして40万下ろしてそれで買ったわけですよ。で、しかも購入する前後もなんかコメント欄で自分はすごく鼓舞してたんですよね。これを買って金持ちになるぜみたいなね。もうこれはもう買うしかないぜみたいなね。自分をすごく盛り上げていって、自分で自分を鼓舞してね。で、成功のレールをこうやって作っていったと。で、教材の もう教材の通りにぴったり一致で同じようにやってやるからそれで駄目だったら文句言ってやるけえねえみたいな感じだったですね。で結果ぴったりそのままやったら、うん、まあ今みたいな暮らしになったってことですよね。じゃあ今日も行ってみましょうかお疲れ様です。